KHB スポーツ応援宣言。宮城のサッカーを全力で応援、サッカーの楽しさを届けます。キックオフ宮城。最初のコーナーは地域対抗ターゲット300。ベガルタは県内の市町村を盛り上げるため、木田選手は栗原、マセ選手は大崎といったようにその地域を応援する選手を置いています。今回は白石を応援する八塚浩二選手が登場。地元サッカーキッズの宗像理人くんとチームを組み、キックターゲットに挑戦します。1人10球で最高300点、2人の合計点で争う地域対抗戦です。今月1位はチーム神の210点。この記録を超えることはできるのでしょうか。チーム白石の八塚選手は2度目の登場。1度目は20点や50点をコツコツゲットし110点でした。今日は息子の修斗くんが見守る中での挑戦。かっこいい姿を見せることはできるのでしょうか。頑張るぞ。おーおいしい。パパしか言ってねえじゃん。パパしか言ってほしい。ちゅうちゃん、まず何行く？50。50ね。オッケーオッケー。うわあ、失敗すんな。プレッシャーがすごいな。もう一回右の50か20。いやあ、マジやばい。もう50狙います。これ外して、下はもうお菓子抜きだよ。お菓子抜き、うん、いいよ別にパパは。よっしゃい、よし。八塚パパお見事。シュート君の前で狙い通りの50点をゲットすると、じゃ左の50狙います。よしよし。左上の50点も連続でゲット。早くも100点まで記録を伸ばしました。とりあえず100。え、100いく？うん。よし。うわうわ、100決めたよ。いや、100決めたらすごいよ。うわ、この後もシュート君の要望通り果敢に100点を狙いますが、やはりこの的は難しい。そう、ドゥドゥドゥ、頑張れ。あー、くそ無理だ。しょぼ、小100。しょぼい言うな。2連続得点もありましたが、それ以降は記録を伸ばせず、八塚パパの記録は100点でした。どうだパパ、かっこよかった。かっこよかったって言わされた。言わされたって。かっこよかった。言わされたよ普通に。チーム白石の記録やいかに。ベガルタの選手とサッカーキッズがチームになって地域対抗のキックターゲットで争うターゲット300。チーム白石八塚選手の記録は100点。今月1位に追いつくにはあと110点が必要です。100点目指して頑張るぞ。宗像くんが所属するバンブルビー白石ジュニアはおよそ50人が在籍。関わる全ての人に感謝と喜びを示すことができる選手育成を目指しています。右上の20を狙います。もう一度右上の20狙います。この日は雨が降るあいにくの天気。グラウンドコンディションも悪く、なかなか思い通りに決めることができません。それでも10を狙います。おー
左下の10を狙います。左下の10を狙います。右上の20を狙います。宗像くんすごい。4球連続成功でチームメートもこの喜びよう。しかしこの後は3球連続で失敗。記録を伸ばすことができません。左上の虹を狙います。最後の最後雨に負けじと高得点を狙い続けた宗像くんの記録は60点でした。100点はいけなかったんですけど、10や20をいっぱい当てられて嬉しかったです。ベガルタ・ハチスカ選手と合わせるとチーム白石の記録は160点。今月1位はチーム神でした。来週はサッカーキッズによるチーム戦です。今月2日に開かれたファン感謝の集い、サイン会では選手がサポーター一人一人に丁寧にサインしてくれます。選手はみんな忙しそう。コミュニケーションを取れたりだとか応援のメッセージをくれるっていうのはすごい嬉しいです。まあ、来シーズンに向けて、まあ、頑張ってくださいっていう一言と、まあ、実際選手かっこよかったのでかっこいいですかっていうのを声かけました。嬉しいです。こちらは足じゃんけん。選手に勝つとお菓子をもらえるんです。じゃんけんぽん。はい、ナイス。誰が欲しい？全部あげるじゃん。誰がいい？全部あげるじゃん。スタンドではプロ1年目のシーズンを終えたルーキー4人のトークショーです。最近初めて4人でご飯行きました。マジそう。初一年サマ寿司行ったな。サマ寿司な。めっちゃ食えるんですよ。何皿食べました？一人1万6千円ぐらい食べるぐらい。あんまリアルな数字言うなよ。僕すごい声かけられるの嬉しいので、街中で見つけたらどんどん声かけてほしいなと思います。温泉にもよくいるので、裸でも皆さんぜひ全然話しかけてください。お願いします。続いてサウナを愛する3人が登場。いや、僕はもう簡単です。僕も絶対1人です。僕も1人か、まあたまに先輩連れて行きます。マセ君と行ったこともありますし、まあ、マサ君だったりユーマ君とか。そうするとマセ君は2人なんで、今の1人は嘘ですね。いや、嘘です。あ、すみません、絶対ではないです。基本1人。今シーズン限りで退団するハチスカ浩二選手には大勢のサポーターが感謝を伝えました。はい、ありがとうございます。どこにいても必ず応援してます。ありがとうございます。正直ベガルタを応援してた一つの理由でもあるので、まあ、悲しいですけど、まだまだどこ行っても頑張れると思うんで、どこに行っても応援するっていう、今までありがとうございましたと伝えました。住み慣れた仙台の街を通して出会えた大好きな人たちと離れるのはすごく寂しいですが、また会えることを信じて頑張っていきます。今日はある会場に潜入した香川さんからの教えて香川さん。よろしくお願いします。皆さん、こちらがですねベガルタのスポンサーサウンパーティーの会場です。選手揃って参加する今シーズン最後のイベントです。選手はみんなスーツ姿です。かっこいいし、なんだか新鮮な感じがしますね。特に印象的だったのが林明宏選手です。195センチの長身、眼鏡をかけています。最近は髪を赤く染めました。
いやーかっこいいですね。私から勝手にベストスーツ賞を差し上げます。キックオフ宮城では対談する蜂須賀選手から皆さんへのメッセージをいただきました。この後ご紹介します。この度12年間所属しましたベガルタ仙台を退団することとなりました。いい時も悪い時もいつも熱い応援で僕たちの背中を押してくれて本当にありがとうございました。まだまだサッカーを続けたい気持ちはあるので、そこで自分らしくまた頑張れたらなと思います。12年間ありがとうございました。